はい、皆さんこんにちは。炭酸美容家高橋ひろみです。今回は匂わない薄毛予防に期待大の重曹クエン酸の炭酸シャンプーの正しいやり方をご紹介します。ここで質問します。重曹クエン酸の炭酸シャンプーってご存知ですか？これは重曹とクエン酸を使って髪や頭皮を洗うということなんですが、これ実は髪の毛がキレイになる効果も高くって、めちゃくちゃ頭皮、髪におすすめなんです。最近だいぶ世の中で浸透してきている油シャンと合わせてやるとめちゃくちゃいいんですよ。このチャンネルでは40代以上の女性を対象に炭酸美容を中心とした美容情報をお届けしています。絶対に年齢を理由に美しくいることを諦めないでくださいね。そして最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録を今のうちにお願いします。では早速本題に入りたいと思います。重曹って何？重曹とは炭酸水素ナトリウムのことで、近年この重曹が持つ洗浄効果がとっても注目されています。その効果を生かそうとシャンプーに流用したのが重曹シャンプーです。重曹は主に薬用、食用、工業用に使われていますが、入手しやすいのはスーパーやドラッグストアでも市販されている食用の重曹です。お掃除用の重曹でもいいですかって聞かれることもあるのですが、私は食用のもの、つまり食品グレードのものをおすすめしていて、これならボディケアやお掃除まで汎用性の高い使用ができます。重曹は弱アルカリ性なので、油などの酸性の汚れを中和する作用があります。これを上手に使うと毛穴に詰まった皮脂などの汚れを除去する効果が期待できます。頭皮の匂いが気になる人にも実はおすすめで、この頭皮の匂いは頭皮の皮脂によるものです。この皮脂を取り除くことで頭皮の匂いがしっかり落とせるんですね。しかしですね、私たちの肌や髪は常に弱酸性に保たれているんですね。重曹は弱アルカリ性なので、重曹シャンプーを使っただけでは重曹の弱アルカリ性によって頭皮に刺激を与えたり、髪がキシキシしたりして結果的に毛髪にダメージを与えてしまいます。なのでキシキシのままにしないために、重曹シャンプーに合わせて通常はクエン酸を使うのですが、炭酸美容家としてはこのやり方ではやりません。ではどのように重曹とクエン酸を使ってシャンプーをして頭皮の汚れを取り除き、かつ頭皮の匂いが気にならなくなるやり方をするのか、この後ちゃんと説明するので最後までご覧くださいね。重曹クエン酸シャンプーの3つのメリット。通常は重曹で洗ってからクエン酸で仕上げるのが基本だと思うんですが、これだとちょっと面倒くさいと思いませんか？なので炭酸美容家的には重曹とクエン酸を最初から混ぜて炭酸水にしてから炭酸水シャンプーで頭皮や髪を洗うことをおすすめしています。重曹とクエン酸を別々に使うのではなく、重曹クエン酸を混ぜて作る炭酸水シャンプーにはどんな効果があるのか、そのメリットを3つご紹介します。1つ目、毛穴に詰まった皮脂や汚れを落とす。メリットの1つ目は、炭酸水は皮脂などの汚れを落とす働きがあるので、頭皮の毛穴に詰まった皮脂や汚れを落とすことにあります。こちらの動画を見ると炭酸水で汚れが落ちている様子がわかると思います。市販のシャンプーは界面活性剤の働きで泡を立てて汚れを落としますが、炭酸水シャンプーは泡立ちません。ただ洗い流すだけなんですね。普通のシャンプーと比べてちょっと物足りないという感覚はあるかもしれませんが、汚れはしっかり洗い流してくれます。逆に市販のシャンプーと比べてシャンプーの泡を洗い流す必要はないので、断然楽で手間が省けます。時短なのにスッキリですね。2つ目、頭皮の嫌な匂いとかゆみを取り除く。メリットの2つ目は頭皮の気になる匂いとかゆみを取り除く点です。頭皮のかゆみや匂いの主な原因は頭皮に残っている皮脂です。また取り除けなかったシャンプーやトリートメントのいわゆる残留物。頭皮は常に汗をかいたり皮脂を出したりしますので、時間が経つとそれが匂いに変わったりかゆみが出たりすることがあります。
なのでこうしたトラブルを起こす皮脂や汗などの汚れを炭酸水でしっかり洗い流すことによって匂いやかゆみを取り除きます。3つ目、抜け毛・薄毛の改善に効果大。メリットの3つ目は、抜け毛や薄毛の改善に効果をもたらす可能性があるという点です。頭皮の皮脂が酸化すると頭皮には悪影響なんですね。なので皮脂汚れをしっかり落として毛穴を詰まらせないようにすることで頭皮環境を整えて地肌の巡りが良くなると、当然健康的な髪が生えてくる、その土台ができるわけなので、抜け毛や薄毛が気になる人は頭皮環境を整えること、これをまずやっていくと抜け毛や薄毛の改善にも役に立つと思います。重曹クエン酸シャンプーの作り方、まずですね、こちらの動画をご覧ください。 500ml のペットボトルに40度以下のお湯を入れます。重曹を 1g を入れて蓋をしてよく振って重曹を溶かします。その後にクエン酸 1g を入れて軽く振ります。これで重曹とクエン酸が反応して炭酸水になります。このペットボトルを私は4本用意して頭皮を洗っています。もし4本で物足りない場合は6本ぐらい作ってもいいですし、重たくなければ1リットルのペットボトルに倍の量で作っても OK。 自分のお好みに合わせて作ってみてくださいね。重曹クエン酸シャンプーの注意点。重曹クエン酸で作った炭酸シャンプー、とってもいいですよね。ここからは注意点について3つだけ最後にお伝えしますね。注意点1、重曹クエン酸シャンプーで頭皮がベタつく。今までシャンプーをしてきた人がいきなり重曹クエン酸シャンプーを使用すると、頭皮がベタつくと感じることがあります。これはですね、もともと皮脂量が多い場合は重曹クエン酸シャンプーではうまく皮脂を落としきることができないからなんです。その場合は急にやらずにシャワーで汚れを十分に洗い流して予洗いをしてから重曹クエン酸シャンプーをするといいと思います。これは個人差があるので調節しながらトライしてみましょう。あとは裏技として重曹とクエン酸の量を増やしてみるのも手です。例えば重曹 1g ではなくて 2g、 クエン酸も 1g ではなくて 2g です。増量すると炭酸ガスの発生量が増えますので、その分洗浄力も高まります。人によっては頭皮に刺激を感じる場合があるので、そのあたりはご自身で調節して無理のないようにやってみてくださいね。注意点2、髪が長い人や傷んでいる場合。髪が長い人や傷んでいる場合は重曹クエン酸シャンプーだけだと節通りが悪く、かえって髪が傷んでしまいます。その場合は重曹クエン酸シャンプーをした後にコンディショナーやトリートメントを併用しましょう。私は髪が長いのでコンディショナーやトリートメントではなく、アウトバストリートメントでヘアオイルを使っています。こちらもお好みに合わせてチョイスしてみてくださいね。注意点3、髪を乾かす時のコツ。最後に髪を乾かす時の注意事項をお伝えします。まずタオルドライの際のコツですが、髪同士をこすり合わせたりして水分を拭き取ることも NG です。タオルは髪を挟んで水気を吸い取るイメージでドライします。半乾きにならないようにドライヤーでしっかり乾かします。決して自然乾燥させないよう、必ずドライヤーを使って完全に乾かしてくださいね。自然乾燥は匂いの原因にもなりますし、髪も逆に傷みやすくなります。私はドライヤーするときにドライヤーの熱で頭皮を傷めないように頭皮用の美容液を使っています。頭皮に潤いを与えてくれるもので、皆さんもね、よかったらぜひやってみてくださいね。では最後まとめます。重曹とクエン酸を使った洗髪の方法はいろいろとネット上にありますが、別々に使うのではなく混ぜて炭酸水にして使った方がいいよというお話をしました。
炭酸水のいいところは、お肌や髪と同じ弱酸性なので肌の刺激も少なく地肌にも優しいところです。デメリットは洗浄力がマイルドなので皮脂量が多い人にとっては少し物足りなくて仕上がりがベタついてしまうことかもしれません。でも慣れてくると皮脂コントロールがうまくいくようになるので諦めずに重曹クエン酸シャンプーをやってみてほしいです。本当に簡単にできますし、頭皮の匂いも気にならず、頭皮の土台が整うことで抜け毛予防にもなるので、気になる人にはおすすめです。ということで、ぜひ実際に重曹クエン酸の炭酸シャンプー作ってみて、試してみてどんな感じだったか感想をお聞かせください。感想をいただけると動画を更新する励みにもなります。コメントもどんどんお待ちしています。そして今回の動画があなたの美容のためになるなと思ったら高評価ボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こんな感じで私のチャンネルでは40代以上向けの美容をテーマに様々な美容法やお役立ちアイテムをご紹介しています。なのでこんなテーマを扱ってほしいなどありましたらどしどしコメント欄でお知らせください。またぜひチャンネル登録をしていただいて過去の動画を見ていただいたり最新の動画もチェックしてあなたの美容にお役立てください。それから LINE でもねぜひお友達になってください。手作り炭酸化粧品の作り方レシピをプレゼントしています。概要欄も合わせてぜひご覧ください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。